こんばんは。こんばんは。こんばんは。SK48 チームイの高畑ゆうきです。みなさんこんばんは。毎週金曜日に、ショールーム配信をしています。プレミアム高畑で、今夜もよろしくお願いします。こんばんは。ちょっともうボッサボサなんですけども。三つ編みでございます。どうですか三つ編み。こんばんは。よろしくお願いします。いつもここ最近ですね、あ、まずはもうジョンラジ聞いてくれてありがとうございます。19時からのジョンナランラジオ、皆様聞いてくださいましたか。こんばんは。まだ聞いてないよって方はラジコでちょっとぜひね聞いてください。よろしくお願いします。お、ハート Thank you、 ありがとうございます。三つ編みかわいい、ありがとう。三つ編みだって。今日は三つ編みでした。かゆ、眠気マックスのハタゴン、こんばんは。こんばんは。もうね、眠気はすごいですね最近。これ言うとメンバーみんなに惹かれたんですけど、9時に寝てるんですよ最近9時に寝てて、21時でもこの時間お風呂上がって、あのお布団に入って SNS 更新してる時間なんですけど、でいつも8時半ぐらいに眠気マックスになるんですよ。そろそろもう来るんですけど、8時半で9時にはもう眠りについてる時間なんですよ。で4時に起きるっていうルーティーンやってるんですけど今日はその大垣ケーブルテレビさんで、大垣でロケ、早朝からロケやってたんで、今日は3時半とかに起きました、朝。でも全然苦痛じゃない、なぜなら9時に寝るから。9、10、11、12、1、2、3、6時間寝てるんですよ、ちゃんと。6時間7時間。だからこの時間帯もう今めっちゃ眠いですでもこの生活がいつまで続くか、私今チャレンジしてるんですよ。今んとこ1週間まだ経ってないかもしれない、5日目とか、明日とかで1週間になるのかな。とりあえず1週間毎日、まあ9時から10時、9時から11時の間には絶対寝てる。だからそうだからメールめっちゃ早いでしょ、お休みメールお肌の調子はね、わかんないです。なんかあまり変化はないかもしれない。うん。そうだからプレハタやる時間早くな。そう。これやばいと思って。9時とかにプレハタしたら多分私もう寝ちゃうと思って。急いで帰ってきてすぐ配信してます。だからあの満月あったじゃないですか、月見の日。それも一回寝て朝方に見ました、満月5時4時半とか5時ぐらいに。
満月見て、お見れたみたいな。そう、寝る前8時9時は見れなかったんですよ、綺麗な満月が、雨で名古屋は。で、朝起きて、朝言うてもまあ暗いですけどね、で起きて見たら月が見えて、うわこれ早起きしてラッキーみたいな、そんな気分になりました。早起きラッキーって。地元大垣へようこそありがとうございます。今日はもう美味しいものをいっぱい食べました。いっぱい食べてきたんで、放送を楽しみにしててください、見れる地域の皆様。こんばんは。そうそう、今ね規則正しい生活をしている最中なんですよ。これが続けばいいけど、公演とか始まりだしたらやばいかもしれない。まあそこまで続かないと思いますけどね、さすがに、さすがに続かないよね。てか普通に夜お仕事がもしね続いたりすると、また多分夜遅くに寝る生活になるかもしれないけど、今はそんなちゃんと定時定時に終わって帰ってるんで、基本なのでこんなにね夜早くに眠れるんですけど、公演とかもし始まったら多分寝れないですね。9時には寝れない、多分反省会してる反省会長いんでね、チームイは反省会中に寝たらちょっとダメなので。ノースリーブではないんですよ、本当はこうなってるやつ、ノースリーブに見えるね。お疲れ様ですちょっとね、今日ね食べ過ぎて喉にごまが詰まったんですよ喉にごまが詰まった時から咳が止まんなくて、まだここら辺にごまがあるんです、黒ごま。こんばんは。スーパームーン、スーパームーンを見た。寝ながらの配信面白い、寝顔が見れる。なかなか寝顔は見せませんよ、なかなか。こんばんみ。三つ編みかわいいね、ありがとう、 Thank you very much。 ボサボサですが三つ編みでした、今日一日はい、こんばんは。お腹いっぱいで幸せいっぱいですね。そうです、お腹も身も心も満たされたってやつですかね。確かにこの生活続けたら3じゃないよは 100% 出れませんね、 100% 出れませんね。これはもう熟睡中ですわ、その時間帯。こんばんは、どうもこんばんは、いらっしゃいませ。そうそう、 SK48 のサンシャイン栄のね観覧車のラッピングに乗ってるので、ぜひもし栄にねいらした場合はぜひ見てください。サンシャイン栄、栄駅のねでかいポスターとかいろいろ貼ってあって、その上に観覧車があるんですけども、13周年のねコラボ
ということで、高畑も、観覧車に乗ってます。今日の髪型セーラー服が似合いそう。あーこれね、確かに似合いそう。お下げお下げお下げ、ちょっと幼くなった。お下げすることにより13周年グッズ届きました。お、ありがとうございます。嬉しい。13周年はですね、あの大きくね、あの大きな大きなイベントはできないかもしれないんですけど、劇場でチームE公演ですね、チームE公演高畑出させていただきますので、よろしくお願いします。久しぶりのチームE公演です。練習しないと。そろそろ何の話しようとしたっけな。今ねコメント見て、あ、この話しようと思ったんですよね。なんだっけな、もうすっかり忘れちゃいました。めっちゃ眠そうですね。そう、めっちゃ眠いです。めっちゃ眠いし、喉にごま詰まってるし、もうめちゃくちゃあ、目は良くなりましたか。目はね、あ、まだちょっとあるけど、眼科行ってきましたよ。ちゃんとちゃんと眼科に行ってきました。そしたらね、1週間はとりあえず目薬で治療と言われましたので、今朝昼晩と目薬をさしております。これで治ったらいいんですけどね。でもね、お母さんに言ったんですよ。お母さんに言ったら、それお母さんもできたことあるっつって、昔よくできてたって。え、それもしかして遺伝じゃないってなって、わ、それ絶対遺伝だわってなって、嫌な遺伝だなっていう話をしました、母と。13周年のグッズのうちは届いた。わーい。あれね、ちょっと写りがいいので写り良いので嬉しいです。ありがとうございます。ぜひうちわを持って、いつかそのうちわを見せに来てください。こんばんは。ね、目がシュワシュワしますね。目がシュワシュワしますので、目薬をささしていただきます。うん、こっちはやめとこ。こっちはね、眼科からもらった目薬を後でさす。おお、スースーする。久しぶりに来たよ、ありがとう。今週名古屋出張だったから観覧車初めて乗りました。お、どうでした？観覧車はなんか喋ってましたよね、ゴンドラの中で。私菅原と一緒にわちゃわちゃと話してます。嬉しい。私も乗りに行きたいな。こんばんみ。まあ、8時半には配信終了しよっかな。お風呂入って寝ます。寝ます。
ハローハロー、センキュー。みんなジョンラジ聞いてくれたかな。ちょっとジョンラジのお話ししとこ。今日はね、ちょっと後で聞いてない人はね、ぜひラジコで聞いてほしいんですけども、今日はあの私が昔からずっと行ってるケーキ屋さんをご紹介しました。菓子工房ブーブさんっていうお店なんですけども、もう香川の人に聞いたら知らない人はいないぐらいの有名なケーキ屋さんでございます。毎年誕生日ケーキとか家族のここでケーキ買ったり